おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回ね、何やっていくかといった話なんですが、アルゼンチンのガチャ比較ということでね、ザネッティガチャとメッシガチャどっちの方がいいんだろうっていう話をしていきたいと思います。ちょっとねマジで今日も口内炎が痛くてね、お前また口内炎かよって感じなんですが、ちょっとご容赦ください、したたらずになってます。はい、ってことでね、早速やっていくんですが、今回ねこのメッシガチャとこのサネッティガチャ来ていて、意識して比較する点は主に3つですね。まず1つ目が確率だね、出てくる確率で、2個目がステップの内容で、3つ目がメッシとサネッティの一番の大当たり選手かな、一番の大当たり選手同士の性能の比較といったような感じになってくるのかなと思います。ってことでね、その3点に焦点を当てて早速やっていきましょう。まずね、確率のところからいくと、サネッティガチャの方は 10%、 メッシガチャの方は 6% という感じになってます。でもちろんね、1番の当たりのメッシは 0.75 で、サネッティは 1% なんですが、サネッティの方のねレジェンド3人合わせると 3% になります。でメッシガチャの方の当たりって、個人的にはねメッシ、パルデス、オタメンディかなと思っていて、ディマリアもねすごくいい選手なので、まあサイドユーティリティ使ってディマリアも入れるか入れないかっていったような感じになるので、あえてここじゃ4人にすると、イカルディはちょっと置いておきましょう。メッシ、ディマリア、パレデス、メルカド、あちらメルカドじゃない、オタメンディの4人だと仮定したら、7.5×4 で、まあ、ほぼほぼ同じぐらい 3% ずつになります。ただですね、1個ここで、気をつけていただきたいのが、ザネッティガチャの方はレジェンド3人ももちろん強いんですが、ハリー・ケインだとかポール・ポグバだとかラファエル・バランといったような選手たちもいるので、そういう選手たちの確率も考慮しちゃうと、それだけでも 6% とかになっちゃうんですよね。なんで大当たりの確率っていうものも、ザネッティガチャの方がいいし、まあそのね純当たりも含めた確率含めてもザネッティの方がいいといったような形になります。はい、なんでね、まずねそこをちょっと前提に、まあ、どっちを引くかっていうところを考えなければならないっていうのが1点で、もう1つ目が今度はねステップの内容になってくるんですが、ステップ10に関しては両方ね星5確定プラス限界突破素材なので同じです。でステップ100と300でそれぞれ好きな選手がもらえるっていうところも同じだね。これは結構まあ考えなくていいところかなと思います。じゃあ残りのこのステップの内容を見ていくときに、一つ頭の中から弾かなければいけないものが、アリーナリングで交換できるアイテムっていうものは、まあどうせ手に入るものなのでちょっと除外しましょうってなったときに、メッシガチャの方はこれ確定のね枠がすごい高いんですよね。 10%、30%、50%、60%、70%って5回あるわけですよ。ただそれ以外のところは覚醒専任コーチとステップ5でね、星5確定スカウトチケットが手に入ります。で上のサネッティガチャの方はステップ2で星5確定スカウトチケットが手に入って、ステップ4、8で能力アップ秘密練習が手に入ります。で能力アップ秘密練習覚醒専任コーチに関してはアリーナリンクで手に入るので、今回ちょっと省きましょう、省きます。で星5確定スカウトチケットはステップ2と5でそれぞれ手に入るので、ここも弾きます。でステップ1と6でそれぞれ 30%、50% の確率があって、メッシガチャの方はステップ3と5でそれぞれ 30%、50% の確率があるので、ここも省きますってなった時に、残りも100連する前提で話はしているんですが、100連できないんだったらね飛ばした方がいいと思います、今回ガチャ引くので。100連する時のこの2つの差で、アリーナリング等を用いないって考えたら、サネッティガチャの方は100連した時に限界突破素材のそれぞれのポジションでの1段階2が1つずつ手に入ります。でメッシュガチャの方ではステップ7、9の 60% の 70% と、あとはステップ1の 10% かな、この特別獲得枠の確率が手に入ります。これがねどっちの方がいいのかっていう話なんですよね。 10%、60%、70% の特別獲得枠が欲しいのか、ステップ、限界突破素材の1段階目それぞれのフォーメーションに合う、ポジションに合うものが欲しいのか、どっちがいいのかって話になってきていて、ここはね好み分かれるところにはなるんですが、当たりの選手が出るのであれば、もちろん 60%、70% でねメッシとか来てくれる当たりの選手来るのであればメッシュガチャの方がいいと言えますが、
微妙な星5が来るのであれば、星5金コイン50枚なので限界突破素材の方が有効だと言えます。ここに関しては運に左右されるところですね。なんで確率で言ったらザネッティで、ステップの内容的に言ったら個人的にはここは、ザネッティだと思います。 60% 70% って 90% とかそんな高いわけではないので、 10% はほぼほぼないに等しいしね。うん、まあ、それでもワンチャンメッシが出るっていうことも踏まえると、まあ、そのワンチャンにかけるならメッシ、安定の方だったらサネって言っていたような感じになるのかなというところです。さあ、そうしたらね、一番の当たりの選手以外は正直そんなに差がないです。レアンドロ・パレデスめちゃくちゃ強いけど、バロンもめちゃくちゃ強いし、オタメンディもめちゃくちゃ強いけど、バティストゥータもめちゃくちゃ強いし、ベロンとバティストゥータとザネッティの他にもケインとかいるしって考えたら、他は正直トントンかなと。どっちが一概に強いって言い切れない。じゃあメッシとザネッティ比べた時にどうなのって話なんですが、ここに関しては私個人的にはメッシの方が強いと思います。メッシね、いろいろあるんですが、一個だけ微妙なところがあって、それは勝利への執念ってこの2個目の特徴なんですよね。試合中同点または1点以上リードしている時、シュートドリブルがタイアップっていうね、これ同点または1点以上リードされている時だったらめちゃくちゃ最強だったんですが、リードしている時なので若干微妙。やっぱり負けてる時に勝ちたいのにっていうところがありますよね。ちょっと微妙。SWCC でトーナメントでは活躍しない、最終予選ではすげえ活躍しますが、トーナメントみたいなところだと活躍しづらい特徴なのかなと思います。ただここだけですね、他は最強。破壊の支配者で自分自身のね、シュートドリブルをチューアップしつつ、ドリブル発動率スキルも大アップ、発動スキル、日本語が違った、ドリブルスキルの発動率も大アップっていったような感じでね。でかつマシンガンラッシュ、シュートドリブル発動率特大アップがあります。でセバードリブルでね、いや一定時間相手ディフェンスのタックルパワーがチューダウンで、ドリブルチューアップもありますし、ブレイブシュートでシュートキープメンタルが一定時間特大アップもあります。このね、勝利への執念以外は全部最強クラスでいうっていうか最強ですね。最強クラスっていうか最強。ノールカップのところもね、シュート AAB、ドリブル AA、パス BB ということで、もう最強だね。もう何も言うところがないです。もう万能の最高フォワード。で、かつ右も真ん中もできちゃうよってことで、まあ最高です。はい。まあこれが、歴代サッカー選手の中の頂点かというぐらいの、まあ選手ですね。まあペレが来たらどうか分かりませんが。で、じゃあザネッティどうなのって言ったら、メッシに対して2点を取っているところがあります。まず1点目がステータス構成、これがきつい。スタミナ B、 メンタル B。 スタミナは正直この鉄人っていうね特徴で、スタミナ減っても能力とても落ちにくいのでいらないし、でこのメンタルも仮にこれがスタミナに影響するものだとしたら、どっちにしても特徴鉄人でいらない。 PK とかに影響するものだとしたら、ザネッティに PK 減らせることはないからいらないってことでね、なかなかちょっといらないんじゃねっていう感じになってます。このね B2 個の無駄な振りがでかすぎる。両方で2000分ですからね、総合値かなりもったいないかなと思います。でもう1点何かって言ったらスキルね、この2個目のスキルが普通のスキル。メッシはここセバードリブルなんですが、サネッティはテクニカルパスカットなんだよね、リベンジパスカットとかじゃなくて、っていうのがサネッティが2点メッシに対して劣っている点です。ただ特徴でメッシみたいな、若干微妙な特徴があるってわけではない、まあ、ただカットアンドゴーもメッシのマシンガンラッシュに比べたらちょっと下がるしっていうことで、キャプテン特徴自体はすごい優秀なんですよね。前線のシュートドリブルタイアップパスチューアップ、これはめちゃくちゃ強いキャプテン特徴なんですが、サネッティ自体にバフがかかるものではないので、メッシに比べたらちょっとなっていったような感じになってます。さあってことでね、こんな感じで比較していった時にどっちの方は低かっていった話なんですが、私個人的にはこれサネッティガチャです。いや、サネッティとメッシでメッシの方が強いって言ったやんけって思う方いらっしゃると思うんですけど、当然ね、サネッティとメッシだったらサネッティの方が弱い、メッシの方が強いんですが、やっぱりね他の選手のラインナップと確率っていうことを踏まえると、サネッティに軍配が上がってしまう、まあ、サネッティにというかサネッティガチャに軍配が上がってしまうんですよね。 6% の中の 0.75 のメッシを手に入れる、まあ、レアンドロ・パルデスもいいですけど、正直パルデスも悪くないよ、すげえ強いけど、
ベロンと比べてそんな差があるかって言われたら、いやいやベロンで良くないってなるし、オタメンディも悪くはないですけど、オタメンディじゃなきゃいけないほど強くはないんですよね。そういう面で言ったらバティストゥータはマジで強いんですよ。ディマリアは超強い。ディマリアとバティストゥータだったらもうバティストゥータもディマリアの方がいいじゃんとかってなるかもしれませんが、まああえて言うならそこら辺かな。ただレフトミッドフィルダーっていうのが使いにくい。サイドユーティリティでレフトウィング起用もできるとはいえって言ったような感じですよね。まあ、ディマリアとバティストゥータトントン、まあ、ベロンとね、パラデス、トントン、メッシュ、ザネッティも、まあ、トントンってなった時にやっぱりじゃあ純粋に確率が高いザネッティのがいいんじゃないのっていう話ですね。まあ、ここに関してはねあくまでも好き好みあるんですが、今私がねちょっと解説させていただいたところを踏まえてね、もう一回どっち行くか考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。でちなみにね一個注意点としては、100連できないなら今回もスルーした方がいいのかなと個人的には思います。ってことでね、今回のガチャ解説はこんな感じ。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。トークでした。バイバイ。